今年はですね、私にとって少し重要な年でございます。で、それは何か今から思いますと、昭和の陛下がお隠れになられたのが今から約35年ほど前、その時私は高野山で南院というお寺にいました。南の院というお寺、こここそが波切不動明王様がのご本体がおられるお寺です。そこでその先代のご住職なんですけれども、そのお付きとして、勉強を教えていただいたり、一緒に調べ事をさせていただいたりと、そういうお役目をいただいていました。昭和の陛下がお隠れになった時もたまたま誰もいなくて、ご住職と私の二人っきりでお話をし、その時に本当に涙ながらのお話を聞かせていただいたものです。そしてその年、法院御坊、いわゆる高野山で弘法大師のお身代わりになられる役、これを兼業修行法院というんですけれども、これ法院様って簡単に高野山では言うんですね。そのお役目にご住職がなられましてね、で私もその法院転寝式という、あの衣を転ずるっていう、法院転寝式の時には随行として、目の見えない方だったので、本来ない人間としてこう一緒について、思えばあの時に、多分生涯の中で唯一官庁芸会よりも上座に座らせていただいた、そういう儀式がありました。そして今年、今の南院のご住職がその法院御坊になられます。この2月22日から、なぜ22日なのかっていうと、21日までが前の法院さんのお役目なので、22日から始まるっていう形でやられるんですね。で、そして3月12日に法院転寝式というのが行われます。もちろん私も、お伺いする予定でございます。ありがたいことに、私は南院さんの直弟子ではありません。私の師匠は松永先生ですから。でもその松永先生が今南院の直弟子の筆頭なんですよ。筆頭なられていて、で今のご住職とは兄弟弟子になられるんですけどね。で私はそういう意味では先代のご住職にとっては孫弟子になって、南院さんの直接ではないんですけど、その南蘭会というグループがあって、たまたま私は法院さんの転寝式の時に随行やらせていただいたっていうことで、特別に南蘭会に入れさせていただいています。ありがたい話なんですけども、いいご縁を本当にいただいたなぁとこう思います。で今日は少しだけ長くなるかもしれませんが、何度もお話してますけども、波切不動明王さん、このお不動さんがどういうお不動さんなのかということを改めてお話しさせていただこうかな。これが南院さんが今年法院さんになられるということの記念にもなりますので、そうしたお話を今からさせていただこうかなと思います。弘法大師が唐に渡られました。長安に行かれ、でそこで、経過阿闍梨、お師匠様に会われて、修行されていた。で、おごまをたかれる、直前なのか、細かいことまでは分かっておりませんが、釈仙壇、これ香木なんですね。今買ったらとんでもない金額でしょうね。下手したら億かかるんじゃないかなと思うような、あんだけの大きさがありますからね。その香木、本当に釈仙壇の木でできてます。お不動さん実はね、あるところを見ると分かるんですけどもね、学者さんが見た時は本当に釈仙壇なんだっていうふうにおっしゃられた。私もたまたまその場にいたんですけれども、田村先生という密教美術の専門家が浪切不動さんをこう見られた時に、ちょっとしたところから釈仙壇だ、これ伝説そのままだなっていうことをおっしゃられた。もうすぐ私は横にいたので覚えてますけど、このこういう
香木でできているんですね。でその香木を渡された弘法大師は波切不動明王を彫られたという伝説がございます。ただですね、ここ大事なことがあるんです。そんなバカなことあるわけないやんかってね、そんなんやったらもうここ法なっとって大変なことやんっていう方がおられるかもしれません。でもあの仏像は間違いなしに釈仙壇、伝説の釈仙壇でできているのは間違いありません。しかも高野山ではずっと弘法大師がお作りになられた、そして高野山一山の守り本尊だということでずっと言ってきている。でここに大きな私は意味があると思ってます。お大さんが実際に掘られたと私は信じてますけれど、それが事実であろうと事実でなかろうと私にとってはそれが真実なんですよ。なぜならば波切不動明王のお姿に弘法大師の、学ばれてきた、受け継がれてきた教えがピシッと入ってるからなんですね。まあそれはこちらに置いときまして、でそして弘法大師はそのお不動さんを掘られ、修行を去られ帰ってくる時にですね、もう大波、遣唐使ってね、実は行きよりも帰りのが怖いんですよ。それはなぜか、有名なところで言いますと鑑真さん6回も挑戦して、実際に船に乗ったのは2回だけなんですけれども、でも大嵐でこう、大変な目に遭られているって、こういうことはありますよね。同じように弘法大師も帰りの時すごい目に遭ったんですよ。ところがその時にお不動さんにお祈りをしたら、お不動さんがスパッて波を切って凪になって帰ってくることができたっていう、こういう伝説があるんです。目が光ったとかいろんなようなこう伝説はありますけれどもね、それはこっちに置いといて、お不動さんにお祈りしたことによって凪になったのは事実のようです。ですから波を切る、波切り不動明王で、しかもただの波ではありません。波浪の浪ですね、山水に良いと書く方の浪、この波切り不動というのがこの波切り不動さんの正式なお名前です。弘法大師は唐から帰られた後、本来20年間いなくちゃいけなかったやつをもう 2,3 年で帰ってきてしまいましたから、博多の観世音寺というところに留め置かれます。ここもですね、あんまり研究されてないんですけれども、弘法大師のお母さん方であります阿東氏の出身である玄宝さん、この玄宝さんが最終的にとどめ置かれてしまった、都から追い出されてそこの別当になったという場所ですから、弘法大師にとっては母方のご先祖さんとつながっていくちょっと大事なお寺でもあるんです。でそこで、3年ほどとどめ置かれる。でそこでですね、都へ帰るための準備をビシッとされているんですね。でそして、都へ戻られていく、波切さんもその時に戻られたんでしょうね。でどこに入られたのかっていうと、高尾の神護寺というお寺に入りました。当時まだ神護寺って名前名乗ってたかどうかっていうのは別としまして、この神護寺に入られ、そしてそこで神護寺でお祭りになられた。で弘法大師のご生存中は実はずっと神護寺にあったんです、京都のね。で瓦毛投げで有名なとこですね。でこの今のね、ご住職の谷内さんって方も非常に良い方でしてね、私たちの大先輩なんですけどね、これもこっちに置いときまして、でそうしまして、弘法大師がご入場なされてからしばらく経って、聖法尊寺という方、聖の宝と書きます、この聖法尊寺がこの波切不動明王を背中に背負って、今の醍醐寺、上醍醐と呼ばれている、登るという歩いていくと1時間ぐらいかかりますよね、上醍醐へ運ばれて、そして醍醐寺を開かれた、そして波切不動明王さんも醍醐寺に置かれていたというふうに言われています。しばらくしましたら将門の乱、住友の乱、将門の乱っていうね、関東のそれから九州の方で大きな乱が起きていきます。でその時に関東に向かったお不動様、同じ神護寺から関東に向かったお不動様が今の成田山のお不動さんと呼ばれています。
並木不動産は醍醐寺にあったんですね。でところがこの将門の乱が終わった直後から何が起きたかっていうと、お隣、この岐阜県から見たらお隣の尾張で大騒乱が起きるんです。これ高校の教科書にも出てくるぐらいの騒乱でしてね。でもうしばらくの間もぐちゃぐちゃになっている。でそこで朝廷から命が入りまして、並木不動明が尾張に来たと言われています。そしてお祈りをしたらその乱が静まった。でそこで、これは尾張に置いておく必要があるな。尾張という土地は、まあ、朝廷から見ると最終防御ラインになってるんですよ。まあ、三河とこう、三河はもう外になって、尾張からこちらが内になるもので、まあ、そういう意味であそこに熱田に草薙の剣があるのもそういう理由がありますね。でそして熱田、当時は熱田っていうのは島で、周りはもうすぐそこは海だったんですけれども、このおそらく海が目の前にありますから、まあ、波の問題もあったでしょうし、この尾張を治めたということもあって、熱田の周りに12人のお坊さんがいて、その12人のお坊さんでお祭りになった。で80年間熱田の、まあ、ある場所でお祭りされていたと言います。でところがある時に、そのあるお坊さんのところに並木不動明が夢枕に立ちましてね、高野山に行きたいってこういうふうにおっしゃったと言います。まあ、そのお坊さん行かれたくないから黙ってたんです。でもね、お不動産しつこかったらしいんですよ。もう行きたい行きたいって言われて、でそこであるお坊さんが仲間のお坊さんにそのことを告げたんですね。でそうしましたら、え、お前も見たのか、え、っていうことで12人のお坊さんに皆に聞いたら、皆が同じことやってたんですよ。お不動産に行かれたくないから黙っとろうみたいな感じで。ところがもう全員が見たということをみんな知ってしまったがゆえに、どうしたものか。そこでもともと朝廷の命によって尾張に来たお不動産ですから、朝廷、当時は御三条天皇とおっしゃられたんですけど、御三条天皇に尋ねられたら、まあ高野山にとにかく運びなさいっていうことで、でもお坊さんたちね、いなくなったら困るからっていうことで、どうしようってまだ迷ってた。で、その時にお不動さんが、剣を草薙の剣と共に置いといてなさい。私の思いはそのままここに残るから。体は高野山に行っても、ちゃんと熱田に思いは残すからということで、剣を外して草薙の剣と共に、雨の村雲の剣のことですね、共に収められたと言われます。そして剣がなくなったので、御三条天皇が宮中に運びなさいということで、で宮中に運んで、物資にですね、刀をこう掘らしたっていうんですよ。でところがお不動さん、こういう刀ですよ。三股剣と言いましてね、ここが三股になってて、この真ん中伸びている、こういう剣をこうやって持ってたわけなんですけど、この剣をね、持ってくれなかったって言うんですよ。掘って作っても、パッと手放しちゃう。どんな風にやったんだろうな、ピッて投げるわけじゃないんでしょうけど、できなかった。で、そこで、御三条天皇が御自ら竹を持って剣を掘られましてね、振ってやったら、きちんと収められたって言われてます。実際に、今の並木不動明の剣は竹です。私実際に見てますので間違いありません。竹の剣なんです。でそしてこうしっかり握られた剣を握られたお不動様は高野山と向かわれ、高野山に、四社明神という明神さんのお社があるんですけど、その前に三能院という建物がありましたね。その三能院の建物の本尊としてお祭りになっていく。さあここで気づかれた方は、あれと思われる方、大したもんなんですけど、ね、後で答えを言います。何を気づかれたのか。でそしてその後ろは四社明神という神様をお祭りし、並木不動明は熱田におられましたから、神様の力を強める仏様として
こうお祭りされて、だから四社明神というのは高野山一山 の、 あの神様ですから、で並木で三人お祈りすることによって、でところがある時高野山の南院さんの、伊藩大徳と呼ばれた、伊藩様と呼ばれた方が、あの繊維の伊という字に、それから竹冠局藩中の藩という字ですね、この伊藩という方がおられたんですけども、まあ由伊藩とも言います。まあ、どちらなのかはあの今となってはわからないんですが、まあ私たちは伊藩大徳と呼んでます。この伊藩大徳が いわゆる法院さんなんですよ。その法院さんになられておられた時に、三の院でお祈りしてたら、お不動さんがね、こうお寿司から動いて出てこようとされたんですよ。でそこでびっくりした伊藩大徳は、まあ、近いところに置いてあったんでしょうね、三条を持ってぶっとこうって抑えましてね、不動よ、不動なのになぜ動く、みたいなことを言われた。でそして周りで見ていた人たちがもうびっくりしてしまった。でそれを聞かれた宮中の方が、これは大切なことなろうと、伊藩大徳の南院さん、今でいうと霊峰館のところにあったんですね、南院さん昔は。だからまあ伽藍から近いところなので、ここへあの別当寺院として納めて、普段は伊藩大徳のお寺で祀りましょうと。で年に4回式祈りというのがありますから、式ですね、春夏秋冬のこの式の時に、三能院に戻して、そこでまた祈ろうということになった。さあこれが平安時代の末期のことです。鎌倉時代の中頃になりました。まあその場でずっとなってたんですけれども、鎌倉時代の中頃になりましたら、元寇、いわゆるモンゴルが、朝鮮半島を通って日本にやってきた。当時の元中国の現在の中国の人たち、まあ今の人たちと一緒かどうかっていうとちょっと難しいところがあります。この中国の元の人たちと朝鮮半島の人たちが日本へ襲ってきたんですよ。わーって日本守る術がほとんどなかったんですけど、まあ、頑張って守ろうとした。でその時はまず並木さんどこに行ったのかっていうと、高野山の麓にあります四社明神 の、 あの御本殿のもともとにある、入津姫神社というところがあります。ここはあのお伊勢様の妹神様とも言われてます。四社明神の筆頭なんですけど、その入津姫さんで祀られて、そこでお祈りしたというんですね。そしたら、まあ、例のごとく神風が起きまして、まず1回目は助かった。ところが2回目がまたあったんですよ。でその時はもうどうしようもない。一番の激戦区が鹿の島というところです。でその鹿の島に並切不動明王を持って、当時の法院さんと南院のご住職が、本当はね、法院さんというのは高野山から降りちゃいけないんですけど、その時に限っては降りられて鹿の島まで行ってお祈りをされたと言われます。でそうしましたら神風が出てきて、それを並切不動明王が強めた。あのよく並木さんが神風を起こしたっていうんですけど、そうじゃないですね。神風があって台風の力を強めたのが並木不動明王だということなんですね。でそこでどうしたかっていうと、背中に背負ったお不動さんないでしょ、火炎。この並木さんなぜないのかっていうと、その時に火炎をその鹿の島に置いてきた。まあ、今でもちょっと階段登って、登ったところにですね、火炎塚と呼ばれている場所がありまして、やっぱり記録として残ってる火炎塚がね、並木さんが、こう、お祭りさんだ。で、それによって、まあ、やっぱりすごいお不動さんだな、ということで、また高野山に戻ってきまして、式祈りが祈られた。まあ、現在は、年に一回夏季祈り、夏の初めのところだけお祈りをされますけれども、三能院さんの方であります。その三能院のお寿司もですね、すっごいお寿司なんですよ。これ多分調べられたら一発で重要文化財か国宝になってしまうんじゃないかな、それぐらいレベルの高いお寿司があります。そこの中には、ほとんど皆に見せたことがない、一部の方見たことあると思うんですけれども、四社明神の曼荼羅が描かれています。でそして今の南院さんの、ありますお寿司にはそれを模写した、絵が飾られている。ちょうど私はその時に
高野山のナインさんにいましたのでね、拝見させていただいてお写真もいただいてるんですけれども、まあ、ありがたいことでこういうご縁がある。でもね、山王院と聞いて皆さんあっと思いませんか。私の研究している徳川宗春教というのは伏木山王権現なんですよ。山王さんなんですよ。あれれって私思ったんですね。しかも神様とつながっている。私は尾張一宮で生まれ、もう父方も諏訪明神をお祭りし、八幡様を大事にしている、神様をすごく大事にしてきた家、母方も神様の家、まあ妹は妹で、神社の宮司のいとこのところに嫁いでおりますが、まあ、神様系統のところに、周りは神様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 なんですよ。で、なんで私は坊さんで行ったのか。神様と最もつながりのある浪切不動明、そのお寺での行をさせていただけた。で、しかも宗春教とも山王さんということでつながっている。何かすごいこのネットワークの中で私は生かしていただいてるんだな。しかも法院御坊のこの天寝式、普通この地方にいるとなかなかその天寝式なんか出させていただかないんですけど、先代のご住職、それから北室院さんというお世話になったところがあるんです。この時も私行かせていただきましたし、でそれからもちろん私の師匠の松永先生が法院さんされてて、この時はね1週間ぐらい高野山泊まったんですけれども、天寝式に出させてもらって、また今回も出させていただける、まあありがたい縁を、本当に高野山と血縁があるわけでもありませんし、お寺で生まれたわけでもない、それなのにこれだけ何度も何度も出させていただいているっていうのは、まあ、ありがたいご縁だな。で、そしてこのご縁は私一人のものではなくて皆さんと共に共有するものなんだな。たまたま私はその代表で行く、でもその私と皆さんがこうつながっていますから、本当は皆さん自身が高野山でこうそういう天寝式みたいな形で出ている。そして法院さんというのは本当に高野山の弘法大師のお身代わりですから、そこへつながっている、皆さん自身が直接的につながっているんだな。で、私はその代表に過ぎないっていうことを最近改めて感じます。今日はそうしたこともありまして、浪切不動明のお話をしました。つまり浪切さんというのは波を切り、国難の時も個人の難のある時もいろいろあるんですね。まあ、今思い出したことがあります。難病だと言われた方々が治っていったのも何度も見てますし、一つ思い出深いのは、今のご住職が高野山の山林課長をやられている時に、南院さんのお山も一部、お山持っておられるのでね、一部燃えたんですよ。火事になった。で、そこですぐに飛んでいかれたんです、今のご住職。そうしましたら先代のご住職が私を呼ばれまして、北川ちょっと一緒に拝もうかとか言われたので、あ、分かりましたっていうことで一緒に拝ましていただいた。綺麗な火が上がりましてね、壇から降りられたご住職がよっしゃって言われるんですよ。時々ね、これよっしゃって言葉言われるんですけどね、このよっしゃって言われたからんとかと思って、しばらくしたらベタベタの姿をしてその今のご住職が現れたんですよ。で、どうされたんですか、晴れてたんですよ。でベタベタになって、って言ったら、いやー、雲がいきなり湧いてきて雨がダーッと降って鎮火したって言って、そうしたことも浪切さん起こしてくれる仏さんなんです。私は自分の目でその不思議な現象を、まあ、10死以上見てます。だからこそ、理屈では通らないものがやっぱり世の中あるなということは浪切不動明王さんを見てて思います。まあ、この地域の方にとってはね、浪切さんの有名な信者さんが一人いたんですよ。昔ね、あ、こんなん出ましたってやってた、あの方何十年前でしたかね、紫頭巾かぶった、あの方もね、実は南院さんのね、信者さんだったんですよ。で、そこで私も親しくお話をさせていただいたことがございますけどね、そんな思い出があります。今年はその南院さんのご住職が、
高野山の弘法大師のお身代わりとして、ずっとお勤めされます。でそれに伴いまして今年は7月の20、21と高野山へ登る予定です。普通21はここで弘法大師のお参りがありますけど、7月に関してだけは高野山の方でお参りをいたしますので、よろしくお願いいたします。ではまた皆さんこの節分の時に、お会いできればと思っております。今日は長々とありがとうございました。